私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、旅、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。冬の名物企画、安のおっさん屋台あんぎゃ。2012年から始めて今年で3年目。この冬も気まぐれに再開。冬限定プロジェクト、安のおっさん屋台あんぎゃ。安のおっさんやぎ。じゃじゃーん、今日も屋台駅にやってきたね。見てこれ、お城雪めちゃめちゃ残ってる。今日もかなり寒いね。さてさて、今日はどこに来たかっていうと、福岡市の土山町の愛だよね。愛が全てやね。ラブやね。じゃじーん、行くね。よいしょ。ミュージックスタート。寒いな。これ雪こんだけ残ってるいうことは気温が寒いってことやな。寒いと同じことばっかり言うな。あら、車輪が雪に取られてしまう。重たいよ。おいや。よいしょ。よっこいせ。こらせ。重いな。いや、こんな時こそ愛が大事やで。愛が。たっくりこんな支援をわしに与えてくれてありがとう。愛が大事やで。7歳児こんなんばっかりやで。エクササイズにも程があるわ。こんなにわし、これヤスリート、あ、もう悪いの。わしってヤスリート、ヤスリートです。はい、マジで負けた。ちょっといけたかな思ってたけど、あ、坂道だけよけきくになってきた。受けてたら気も楽になってたのに。頂上開けてきたな。安くろよね。なんかちょっとあれよね、今日はあんまり出てきてくれられへんね。なんでかな、あれちゃうの、あの、はい、音は雪に吸われてんちゃうの。雪に、いや、わかんないちゃうの、はい、生声の方がええちゃう、はい、やすのおっさん焼き、愛が全てやね。もういいよ、出てきて。あの山何、あれ鈴鹿山脈、あーかもしれないですけど、ポーテストさん多分県境近いと思います。あ、そうかな。そういうあれやな、出発したとこは安川って書いてあったから。
よいしょ。あ、新しいあれ、あの街が見えてきたな。あ、はい、前の方に。よっしゃ。下行って。頑張るね。はい。なんかもう待ってんちゃうかな。はい、そうやと思います。うん。ポジティブやで。タブ。はい。なんぼなんでも一人もおらへんとおかしない。そう、誰にも会ってない。なんでやろうな。なんでですかね。あ、今日あれじゃん。はい。節分じゃん。あ、節分ですね。はい。あ、鬼ね。みんな鬼にさらわれたんちゃうか。あ、それはどうなんですか。乗ってくれへんか。ほな、これやめるわ。あ、わかる。はい。あ、今日節分じゃん。あ、節分ですね。うん。みんな豆まきに行ってんじゃん。あ、豆、どっか豆まきですか、ね、はい、町の豆まきは調べて。そんな情報ないの。ないどこでみんな豆まきんな。こっから海のやってるよね。あちゃー、なんか暗なってきたな。ちょっと暗いですね。おー、恒例のダジャレ、ボツボツ、日ボツ。まあ、これが言いたいだけやってんけどな。あ、ありがとうね。あ、お母さん、恵方巻きや。あ、今日あれやからな、節分やからな、食べんの。ほんま、今年どっち向いて勝ちったらええんやったっけ。うん、こっちか。あ、おい、ほな、ゆっくり食べてな。行ってきまーす。こっから海のやってるよね。おっとっとっと、これ雪やったらクローニングで気をつけよう。よいしょ、また今年びっくりとこっちやってもかなわしな。去年やってるからな、コアラジープを2回は助けてくれへんかもしれんな。もう随分苦労なってきたな。こんな日もあって売れたり売れへんかったり、それがあれやな、こうやって屋台行く飽きない注文やな。ゼロの日も、それがわしの、わしのおっさん屋台道。あ、それこの歌どこかで聞いたことあるな。気のせんでもないけど。続きは来週お送りするね。お楽しみに。住まいを売る？貸す？どう生かす？ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。